中に入んない。前に。これつまり膝を下ろした時に曲がってるとストライドが近くなる。はい。ボンボン。一二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 。まだ曲がってる。自分では分かんないです。こう曲がってると膝を下ろした時にこの位置になっちゃう。これは足が前出てると自然とストライドが変わる。でそれを子供たちはこの状態で膝を上げて下ろすときにこれを伸ばしてるんです。2つの動作なんですよ。それを1回でやる。